そうなのか？エリカ、なんて格好してるんだ。何って、伝統的な女子用体操服だけど。伝統？そうか、変わったデザインのスパッツだと思うが。スパッツじゃないよ。でもアンダースコートってわけでもないだろ。いくら私でもスコート履かずにアンダースコートだけつける趣味はないって。これはブルマーっていうの。ブルマー、ほうきみたいな名前だな。昔はそんな格好で掃除をしていたのか。そんなわけないでしょ、女子用体操服って言ったじゃん。ブルマーって言うと、あれか、昔のモラル崩壊時代に女子中高生が小遣い稼ぎに中年親父へ売ったっていう。黙れ！